今日紹介する作家は尾崎紅葉。読売新聞に連載され、全国に熱狂的な読者を多数生んだ明治のベストセラー小説です。尾崎紅葉、金色夜叉。お宮は寛一との結婚を保護にして富豪の富山に嫁ぎます。これに怒った寛一がお宮を問い詰め足蹴にする場面です。怒りを抑える寛一の呼吸はようやく乱れたり、みーさん、お前はよくも僕を欺いたね。宮は覚えずおののけり。病気と言ってここへ来たのは富山と会うためだろう。あんまり邪推が過ぎるわ。なんぼなんでもあんまりひどいことを。みーさん、お前は完膚だよ。貫通したも同じだよ。そんなひどいことを、寛一さん、あんまりだわ。ミサオを破れば完膚じゃあるまいか。いつ私がミサオを破って。寛一という歴とした夫を持ちながら、その夫を出し抜いてよその男と当時に来ていたら貫通していないという証拠がどこにある。ミヤはその唇に釘打たれたるように、再び言葉はいでたりき。ああ、ミーさん、こうして二人が一緒にいるのも今夜ギリだ。お前が僕の解放をしてくれるのも今夜ギリ。僕がお前に物を言うのも今夜ギリだよ。1月の17日、ミーさん、よく覚えておき。来年の今月今夜は、寛一はどこでこの月を見るのだか。再来年の今月今夜、10年のちの今月今夜、一生を通して僕は今月今夜を忘れん。死んでも僕は忘れんよ。さあ、ここを話さないか。私は話さない。強情張ると蹴り飛ばすぞ。蹴られてもいいわ。寛一は力を極めて振りちぎれば、ミヤは無残に伏し丸見ぬ。寛一さん。首を伸べて見回せども、目を見張りて眺むれども、声せしの地は黒き影のかき消すごとく失せて、それかと思いし木立の寂しげに動かず、波は悲しき音を寄せて、1月17日の月は白く憂いぬ。ミヤは再び恋しき寛一の名を呼びたりき。ソフトクリーム屋でバイトしてたんですよ、この梅田が入る前に。で、こうやってパーキングエリアでソフトクリームを売って、あの、商売とかバイトしたんですね。でも結局巻くのって難しいんですよ、あれ。だから結局アイス屋さんでバイトしてても結局これができないまま、レジ担当で終わりました